ひざみがに、あ、よかった、知ってくれて嬉しいですね。はい、嬉しい。では朝の挨拶が終わったということで、STU 体操に行きたいと思います。夢は見ないですね。夢見るまで寝た方がいいと思うって言われるんですけど、それが熟睡っていうか、夢見たらもう十分、夢見るぐらい寝れたら結構十分睡眠取れてるっていう、脳が整理されて始めてるみたいなサインらしくて、本日は STU 体操です。あ、そうですね、 STU 体操しっかり体を動かしていきますよ。足の報告はこの後したいと思います。逆だね、報告した後やるか。よしよし、それでは本日も STU 体操行きたいと思います。皆さん、画面の前で準備はいいでしょうか。小指をぶつけないように気をつけてください、ね、それでは STU 体操に行きます。準備はいいですか。いきますよ。はい、それでは皆さん、今日も元気に一緒に体を動かしていきましょう。小指をぶつけないように、まず首から回していきますかね。せーの、反対、首を右に、はい、右にしゃがむ、顔の体操に行きますね。ウインクですから行きますよ。せーの、ウインク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 、あ、待って、まつげが目に入った、はい、ウインク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 、それでは次は
なきゃ。あ、手を振ります。しゃがんでた、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 しゃがんでた。でもいい感じに終わったんですけど、画面に「どこでいただきました？」はい、 STU 体操していました。いかがでしょうか。これで結構ね、あ、短冊が、え、待って、今日6日じゃないです、6日じゃないですか。よし、では息も整ったところで STU 体操したいと思います。私あの前も言ったことあるかもしれないんですけど、結構すぐ息が整うんですよ。なんて言うんですか、脈拍が人より少なくて、まあそれでなんか学校の心電図引っかかるんですけど、でも何にも異常なくて、何にも異常がないのに、あの、そうなんですよ、人より脈が少なくて、なんでって思うよ。そう、アマラス選手にそう向いてる系の心臓なんですけど、それお医者さんに言われたんですよ。持久走とか得意でしょ。持久走得意か分かんないですけど、終わった後はなんかすぐにあの脈拍戻ってきます。そう、普通の人は76回ぐらい1分間で心拍数するんですけど、私50何回とかしか脈拍がなくて、異常ないんですけど、まあいつも心電図には引っかかります。心電図とか難しくないですか、みんな響き。持久走得、まあ短距離走やとか、これが将来生きればいいんですけどね。あ、でもライブとかでもなんか MC してるうちにもうなんかすぐ元気になるかも。あ、これ STU に行かせてますね。はい、はい、ということで STU 体操が終わりました。ふう、一旦落ち着いたということで、続いては足の報告です。足の報告なんですけど、あの小指はですね、あ、まあ、うん、まあ病院に行ったんですよ皆さん。皆さん、あの病院にね、あの行くことに、病院に行くことを皆さんに勧められて病院に行ったんですよ。そしたらあのレントゲン取って骨に異常はなしてか、なんかそのあの行ったらなんかその医者の先生、お医者さんの先生がすごいなんか優しい感じの雰囲気を、なんか、はい、安心した、ありがとうございます。爪のところから流血だね、出血だねって言われて、爪のところが出血、そう、なんかお医者さんの先生にがなんかすごいなんか優しそうな、なんかこう
なんか雰囲気、優しそうな雰囲気を醸し出してたので、なんかこれはなんかいいし優しそうな人だなと思いながら、私これでも昨日こういうの初めてなんですよみたいな、こういうのあんまり経験しない人なんですよっていうのをちゃんと伝えました。こうこのあんまりこうどんくさいことならないんですよ普段はって言ったりしました。下先生がねビビらしてくるんですよ。もしかしたら何週間かしたら骨がポロって取れるかもしれんね、言ってくるんですよ。私そういうの初めてなんですけど大丈夫ですか、大丈夫だって今元気だっけ、ね、先生が大丈夫って言ったらなんかもうね、その大丈夫の言葉からねもうね大丈夫になったんですよ。先生すごいなと思って、ほんまに先生の言葉ってすごいなと思ったんです。先生があこれ大丈夫って言った瞬間に、あ大丈夫なんだみたいな感じで、はい、いました。それよりね、そうロケの時にブトに噛まれたんですけど、そこがなんか腫れて2箇所。なんか最近のね足運悪いわ。ブトブヨブナブトブヨブトって分かりません？でもブヨっていう人もおる。え、ブトって分かる？え、ブトって瀬戸内限定なの？え、蚊の蚊じゃない蚊だけど、え、ブヨじゃない、ブトだよ、ブト。え、瀬戸内とあれ違う？広島はブトらしいね。そう、ブトなんですよ。え、いや絶対ブヨじゃないけ。あ、でも確かにまいちゃんはブヨっていう人だった。やぶしたもブヨだった。広島はブトだよ。え、待って。あなか村のまいちゃんはブヨって言ってた。そうに2箇所刺されてなんか超腫れてて、今足の太さが2倍ぐらいになって悲しい。足太った。でも急激に痩せますから、この腫れが引くと。ブヨブヨにやられたブト。いやこれ見せれない、ほんまに見せれない。うん、ちょっと見せたらね不快になる人がおる。2倍にはなってない。太った、でも足が太くなった。太いた、太には気をつけましょう皆さん。太と小指を壁でぶつけ、そう一気にねダブルパンチでねいろんな方面から攻撃されたんですよ私。太にもタンスにも2つに足やられるっていう足報告でした。はい、それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーはゆで卵アートです。はい、本日もゆで卵にアートにゆで卵アートに行きたいと思います。さっきゆで上がったんですけど、こちらの何の変哲もないゆで卵に絵を描いていきたいと思います。
それでは行きます。本日のゆで卵、今日はですね、昨日の先生書くわ。私の足を診察してくれた先生を書きます。どうやったらいいんだろう。でも似てるかもしれない。それでは、できました。本日の、昨日私の足を見てくれた先生です。じゃん、こんな感じ、どうでしょうか。おはようございます。本日のゆで卵アートでございます。どん、似てる、なんじゃこりゃ。結構似てるんですけど、すごい、そう、優しい、そうな方が私の足を診察してくれました。おるよね、こういう先生。昨日鶴瓶さんおるよね、マジで。そう、結構優しい。てかこうやって、あ、足大丈夫よみたいな感じ、あ、足大丈夫よって言って、この先生が大丈夫って言った瞬間にも何でも大丈夫になった。結構感じで、おいくつ、なんか今このゆで卵、ゆで揚げでめっちゃ結構熱いんですよね。そう、熱い熱い。まあこの先生は魔法の言葉が使えるということでね、似てると思うんだけどな。はい、ということで本日のゆで卵アートでした。それでは続いての、続いてのプレゼンコーナーに行く前に自己紹介をしたいと思います。いきます。 STA の中で一番ホットな女の子はココー。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を。広島県出身17歳のカイココアです。本日は配信を見ていただきありがとうございます。ちょっとでも私の配信に足を踏み入れてくれてありがとうございます。ぜひ、この機会にフォローよろしくお願いします。はい、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。はい、ということでね、ゆで卵アートもできたということで、続いてはプレゼンに行きたいと思います。このコーナーではですね、私がプレゼン力を高めるために3分間でいかにその商品をプレゼンできるかというプレゼン能力向上のね、ためのコーナーとなっております。皆さんぜひお楽しみください。それじゃ、本日の3分間プレゼン、用意スタート。はい、それでは
プレゼンしていきたいと思います。本日プレゼンするのはこちらです。ダン、このぬいぐるみになっております。はい、あのこれはですね、ただのぬいぐるみじゃなくてですね、私が生誕祭の時にいただいたぬいぐるみになっておるんですけおりますけれども、まずですねこれはね、あのサイズ感がちょうどいい、これ生誕祭でいただいたんですけど、あの T シャツをね着てるんですよ。すごいなんかもう私のためにね作ってくれて、私があの長崎ちゃん麺のあの CM をしてさせていただいてるので、今もなんですけどあのしていただいてるので、こう服をねそれ用に着せてくれてこんな感じになってるよ。それがですねこれね、あの磁石がこの鼻の中についててくっつくんですよ。こっちはくっつかんけど、こう何を持ってくっついくんか分からないんだけど、投げキスってことなんかな、それともなんか手が臭いとかそういう感じなの、いろんなねなんか意味が取れると思うんですけど、ここが磁石でくっつくっていうね楽しみもありますね。はい、そしてですねこれはですね、あのすごいね触り心地がいいというか軽い、なんかまああのちょうどいいサイズ感なんですよ。はい、もともとこれあの頭にもねあのハチマキじゃなくてバンドしてくれてたんですけど、それは取れちゃったので、もうそれから取りました。どうしてもつかないので、はい、ということでこのクマはですね、あのユミコが持ってるクマネちゃんと同じサイズっていうか、クマネちゃんみたいなもなんか感じですね。あの結構あのいつも私の見えるところにいて、あの私を見守ってくれてると思いますね。はい、これを3分間ねあのプレゼンするのは難しいんですけど、なんか全部だいたい私の思い出がねこう詰まってるっていう思い出話になっちゃうんですけど、はい、あのこれがあると安心感があって、触り心地もあの持ち心地もあの磁石でくっつくというこの遊び心も、そして可愛い顔も全部いいですね。はい、あのこの商品は目玉商品となっておりますね。3分間プレゼンするのはきついながらも、これはあのはい、あのしっかりあの目玉商品となっておりますので、あのぜひこれ皆さんあのこれをぬいぐるみをね店舗で見た際にで、あの自分のこのねあの家に賑やかにねなる気がしますので、ぜひ皆さんこのあのくまねちゃん、くまちゃんの商品をお手に取ってください。これ3分間むずいわ。あ、待って、これ値段わかるかも。あ、対象年齢6歳以上となっておりますね。高い。思ってたとよりな高い。ぬいぐるみってこういうもんな。大丈夫なんですけどね。はい、あのぬいぐるみのプレゼンでした。いや思ってたより高かった。値札ついてるよ。思ってたより高額でした。いやぬいぐるみの基礎こうベースプライスを知らないので、これがエキスペンシブチャージかわかんない。
では本日のプレゼンでした。続いては、送り出しに行きたいと思います。はい、本日の送り出しですけど、皆さん本日は皆さんどうですか、今日も元気に過ごせそうですか。はい、私は皆さんのことを送り出すんですけれども、今日も一日ね、いろいろ、まあ、お仕事だったり、まあ、学校だったり用事だったり、まあ、いろんな憂鬱なことがあると思うんです。しかも今日火曜日だしあると思うんですけど、皆さん応援してるのでぜひ頑張ってきてください。それではね、はい、私も今日はそうですね、これいつ報告、そう ST のお仕事が、でも今日夜に配信したいと思ってるので、ぜひその配信を見てくれたらなって思いますね。また会いましょう。忘れないように私のことちゃんとフォローしてくださいね。それでは、ランキングを読みます。そう、昨日かな、リアルお話し会の抽選も出たんですよね。結構ツイッターとかでココア通信で返信してくれてたりする方もいっぱいいて見てますよ。ありがとうございます。ではランキング読みます。13位、13位ダンスさん、12位ヒコヒコさん、11位こもめまきさん、10位たけちゃんさん、9位ようさん、8位たくぞさん、7位いやしけいさん、6位すえんさん、9位ようさん、8位たくぞさん、7位いやしけいさん、6位すえんさん、5位ふじやんさん、4位星のひかりさん、3位ネココウさん、2位ノッシーさん、1位はダンゴ部長さんです。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見ていただきありがとうございました。 ST48 のカイココアでした。ぜひ覚えて帰ってください。あら、帰らんでいいけど、覚えて行ってください。今日も一日頑張れ、応援しています。皆さん行ってらっしゃい。朝配信でした。